みなさんこんにちは、くすじょうと申します。よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。ということでね、今日天気のいい日にね、いつも恒例の 1000m 企画をやっていきたいと思います。はい、頑張りましょう。いやいや、頑張ってやっていきましょう。最近 YouTube でこういろいろ漁っていたら、はい、タムジョーっていう YouTuber が、はい、僕の 1000m 企画をこうなんかパクってる。なんか最近ランニング YouTuber で、うん、1000m 企画をめちゃくちゃ上げる。そうなんですよ。なんかいろんな格好、そう、はい、変な格好したり変な走り方したりやって、なんか本当に僕がこうずっと作り上げてきたこの 1000m 企画をちょっとなんか、くすじょうさんがやってきた企画をなんかパクってるっていう感じで、パクってんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど。一応T シャツの方が、はい、タムジョーって書いてあるんですけど、これはあれ、いやでもパンっていうことで一応応援はしてるんですけど、はい、まあただパクるは違うんじゃないかなっていうくらいの感じで、っていう感じで、まあはい、今回すいません、こんなことやらせてしまって、いえいえ、という感じで、はい、今回まあ来てくださったのが、まあもう皆さんご存知の通りクス選手ということですね。はい、はい、まあこの動画の前にクス選手とのもうガチ練習はもう載ってると思うので、はい、そちらをご覧いただければと思うんですけれども、はい、まあタイトルの通りなんですけれども、今回この動画にタムジョーは1秒も出てこないということで、出てこないです。彼まだ今レジです、はい、いないです。今2人でこの動画本当に撮ってるんですけど、はい、クスさんから一応 LINE の方が来まして、ね、はい、はい、それについてちょっとまあ少し、ね、はい、いつもね、まあ、タムジョーこう去年のいつ頃なんですかね、まあ、本当に1年以上前に初めてこう対面させてもらって、はい、まあ、いろいろこうアミのシャークスのことだったりとか、まあ、ツーラップスのことだったり、僕らがやってるイベントのことだったりとか、いろいろこう YouTube で撮りに来て盛り上げて くださって、実際になんかタムジョーファンの方が僕らにこう応援してますって声かけてくださったりとか、まあ、めちゃめちゃぶっちゃけめちゃめちゃ助かっていて、あ、いやもう本当に僕らからすると逆にクスさんたちのこう練習に赴かさせてもらってること自体がもう僕らとしては本当にあれなんですけれども、いやいや本当に普段からそうやってこうやってお世話になってて、とはいえね、なんかいつもこう頼っちゃってタムジョーこう来てよとか、動画撮りおいでよって言って誘っちゃってるんですけど、まあまああいつ忙しいんじゃないかなっていうのが僕の中にあったんですよ。たまにはこう休み欲しいんじゃないかとか、体休めるタイミングをプレゼントしたいなっていうことで、今回撮影者さんに連絡させていただいて、はい、裏で計画してまいりましたね。一切タムジョーまだ知りません。動画上がるまで、この動画を初めて見て知るっていう感じですね。っていう感じで、まあ今回クスさんがまあ善意で動画を1本プレゼントしてくださるということで、今回の動画なんですけれども、本日の企画は一応クスさんの方からまあ提案という感じではないんですけれども、まあこういうのをやってみたいということで、まあ 1000m 企画に絡めたことであるという感じなんですけど、いやなんかもういろいろね、 1000m 企画パクリではなく本家としてね、タムジョーをこうやってくれてると思うんですけど、まあオープニングでもあったと思うんですけど、ナルト走り、はいはいはい、ナルト走りはぶっちゃけ腕振らなくていいだけじゃないですか、はいはいはい、僕にもできんじゃないかなっていうところでちょっとチャレンジしていきたいなっていうのを提案させていただいたんですけど、そうです、実際もうクッサみたいにこう日本選手権2位だったりとか、うん、もうほんと日本のトップで活躍されるような選手がこの鳴門走りで 1000m 走った場合、実際どれぐらいのタイムが出るのかっていうのは多分皆さんも結構気になると思いますよね。期待を大きく裏切る結果になるかもしれないですねなんせここ今標高 1800m という 1800m 合宿でこうバキバキ追い込むための場所そしてさっきカレーを食べた昼食後ということでもう保険バキバキ切れてますけど、いやいやいや、ちなみにタムジョーは 1000m の, タイム2分49秒なんですけど、あの動画ちなみに一応言っとくと海抜 3m のところです。あ、なるほど。なんで一応海抜 3m、 じゃあ1797m 差があります。わかりました、はい、それをちょっと一応皆さん頭の中に入れた状態で、ね、ご覧になって、はい、見ていただければと思います、はい、じゃあそれでは今日は 1000m 企画ナルト走りでクス安成クス城が挑戦したいと思います。それでは早速やっていきまーしょう。やりますか。はい、お願いします。お願いします。じゃあいきます。よーいゴッすいません、今一応始まりました 1000m なんですけれども、鳴門走り 1000m なんですけど、一応クス選手の方からまあ LINE で、まあなんかいつもお世話になっているタムジョーに対して、まあ、動画を1本でもプレゼントしたいということで、まあ、今回この企画に関してはタムジョー一切知らないですね。この動画乗るまで多分気づかないと思うので、まあ、タムジョーがどういうふうに思っているかはちょっと分かんないんですけれども、まあクス選手
昨年、日本選手権でも、準優勝だったり3位だったりと、もう 1500m、3000m SC で活躍されているもうトップ選手です、まあ、その選手にちょっと鳴門走りをしていただいているっていうところはすごく、まあ、ちょっと面白い絵にはなっていると思うんですけれども、まあ、そういうところもちょっと見ていただければと思います。絶対きついですよね。60、61、62、63、64、64秒。マーク選手今アミアスリートクラブそしてテューラップスで練習をしているんですけれども、まあ本当にもう、この合宿でもタム・ジョーのために、一緒に練習最後最終日にやってくださったりと、もう本当にいろいろな形でお世話になっている方で、まあ、むしろその動画1本プレゼントするっていうところでなんかクスさんからの今回感謝っていう感じなんですけども、逆に僕らの方がすごく感謝しているところがあるので、クスさんに関しては、まあ、今回クス選手のその、まあ、SNS だったり、まあ、応援だったりというところは全部概要欄に載せていますので、そちらの方を見ていただければと思います。まあ、実際これ今腕振らないで走っている感じになるので、まあ、日本トップ選手がどれぐらいで走れるかっていうところなんですけれども、めちゃくちゃきついと思います。ファイト。2分7、2分8、2分9、2分10、66秒。ちなみに言い忘れてたんですけど、今ここは湯の丸っていう陸上競技場で、もう長野県のもう山の本当上の上っていうところで、標高が 1800m ですね。なので多分実際の体感から、5から10秒タイム変わるって言ってたので、その中で走っています。タム城一応海抜 3m のところでやってます。さあもうすぐゴールです。タイム出ました。お疲れ様でした。あいつやばい、マジでやばいです。あいつやってることだいぶクレイジーです。これはやばいね。一応こういう企画を 1000m に関しては何本もやってるんで、それね、あの早くなるかもしれない。本当に本当にもしかしたらトレーニングになってるかもっていう。いや本当なってると思うよ。なんか本当に150走った時、今日はこれもう終わったわって正直思ったもんね。本当に。じゃあ一応あのタイムの方なんですけれども、いいですか、はい、はい、一応タム城、はい、海抜3m で2分49秒です。海抜3m で2分49秒。いや勝ってるかな、分かんねえ。今回クッさん、はい、標高1800m で、はい、2分44秒389です。あぶねー。ちょっと僕がストップウォッチを押すのちょっと早かったんで、はい、もしかしたら45ぐらいだとは思うんですけど、いやちょっと保ちましたね。保ちましたね。一応ランナーとして、はい、タムジョー君を少しだけ上回ったんですけど、なんかこの鳴門走りですけど、今回はこの線をやってみた、もう本当に率直な感想はどうですかね。そうね、まあ率直って言っちゃうともうアホっていうのがあったんですけど、腕きついね、はい、腕きついし、なんかこんな腰折り曲げて走ることないんで、マジで進まない。あいつプロフェッショナル、プロフェッショナルこの企画の一応その道のプロとは一応自称してるんで、いやこれもうパクリじゃなくてもう彼の彼がということで、1000メートル企画は今後もやっていってほしいなと思いますね、はい、ありがとうございます。すいません、本当本日はわざわざこういう形で本当出演していただいてありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。僕も本当にいい経験できました、はい、本当に、はい、はい、じゃあそれでは皆さん今日も見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。